姉も亡き夫と共に眠りたいはず、北の地で。なれど今は足立の墓に。これから黄金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩義の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。宗玄という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。宗玄か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ。政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。甲冑師を探すか。酒井様、ご無事で。
どんな鎧でも結構です。雅子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけだ。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。知らぬ。どうか不服なんです。ここからはしゃがめ。でも幾日も飲まず食わずで。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておる。こちらへ。見られぬように。誰にも見られておらんな。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。いや、隠れましょう。
近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。誰が相手だ。もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った。わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ。己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。うん、名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。
黄色のウグイスだ。あんな鳥は初めて見た。後を追ってみよう。走れ。
タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山師、タカをアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。もっとよこせ。でもうるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたな。あ、本当にやるつもり。タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いてるやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。
あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。もうこだ、二人とも早く荷車へ。小勢だな、任せろ。やめてくれ、タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。おい、止まれ。どうすんだ。どうする。ほれ、酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。赤も同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです。静かに。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか、万が一にも敵に見つかったら。もういダースを飲んでくれ。そんで溺れ死ね。要注意しわざった。この上見て、門のそば。あれが人売りの頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。きっとタカは無事だ。肝が小さいから。行くぞ。ジン、勇気を持って敵を見据え。虚に乗ずるは臆病の印。お許しを、叔父上。
ごちそう。Юуч биш байж. Яах вэ бидний хинэн чардгүй лээ. Тэр тэнд байна уу? おい、どうした？鍛冶屋の戸田という男、手をつけるのは粗悪なものしか作ってない。やはりね、鷹がいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だから鷹を殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、鷹がやられる。逃がさないよ。
ベンネコール、頼む、休ませてくれ。だからやめてくれ。姉さん、タカ、何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ、どうせ捕まる、逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ、力を借りたい。励んでみます。この近くに門か。ではそこから出るぞ。どこへ？ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが？村から出られていたらね。まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いいえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ裏から少しでも離れよう。お前はいい子だな。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。
酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだな。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。武士の道もこれだけ心地よいものなればよいのだがな。
平原についた菅笠衆はこの地におるらしいが、猛虎の荷車が襲われたのか菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。坂井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば、叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。
あっちょさ。一人も残すな。肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。愛も変わらず強引だな。歩くのか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああだろうな。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。空だ。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われたな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてるか。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい、心臓、俺だ。お前だ、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。
らかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、大はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあの子と根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。一つ聞き忘れたことがある。